はい、おはようございます。ボス&クイーンです。見てください、ジャイアントドッグボス&クイーンの服を着てパパトークしていきたいなと思います。ニューファンドランドドッグのボス君、2歳8ヶ月60キロ超えました。グレートデンの8ヶ月のクイーンちゃん、40キロ超えてきたということで、ボス君60キロ、クイーンちゃん40キロでもね、100キロ超えてきています。ということで、もうね、最近お散歩途中とかね、腕とか指が引きちぎられそうになったりね、ワンプロしている時もかなりね、大迫力です。そんなね、大きなボスコンクインちゃん、明日はね、鹿肉あげたいなと思っています。すいません、鹿肉じゃありません、鹿骨です。鹿骨です。鹿肉はね、よく聞いたことあるかと思うんですが、以前ね、牧場に、お出かけ行った時にね、鹿の骨が売っていました。ワンちゃん用鹿の骨ということで、冷凍されているんですが、そのままね、揚げても大丈夫ですと牧場の方言っておられたので、揚げたいなと思います。さっきからね、ボンボン聞こえるでしょうか。ボス君クインちゃんね、編集中お外でね、暴れています。窓ガラスにね、ボンボン当たっている音です。ということで、明日はね、鹿の骨あげるので楽しみにしていてください。はい、どうでしたでしょうか。今日はね、ボス&クイーンの動画だったんですが、明日はね、ボスくんくんちゃん鹿の骨を食べるので楽しみにしていてください。鹿の骨初めて食べます。ということで、またね、今日の動画、いいなと思った方、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、今日は終了となるんですが、今日もね、素敵ないい一日を。